ヨハネス八世、パレオロゴス、ヨハネス八世、パレオロゴス、ローマ、自転車、ヨハンネスバイブペイライラガス、1392年12月18日から1448年10月31日は、東ローマ帝国、パレオロゴス王朝の皇帝、在位、1425年から1448年、マヌエル二世の長男、中世ギリシア語表記では、 ヨアニス八世、パレオロゴス。今の帝国に必要なのは皇帝ではないから、東西キリスト教会の合同と十字軍の結成によるタイオスマン帝国強行政策を主張するヨハネスに対し、慎重な外交論を取るよう悟した父マヌエル二世は、息子がそれを聞き入れようとしなかったことを見届けて、呟いたと言われる。ヨハネスは、若年から、父や、 弟テオドロス2世を助け、帝国返境領,領のペロポネソス半島において、赤屋公国との戦いで大きな勇を挙げていた。そのためか、ヨハネスは自信に満ちた強気な性格であり、人生の大半をオスマン帝国との白氷を踏むような外交関係に費やしてきたマネル2世には大いに不安なものと映ったと思わる。東ローマ帝国に、 好意的であったオスマン朝のスルタンメフメと一世が、聖居14。1421年ムラト二世が即位した時、東ローマ宮廷内では二つの外交政策が論じられた。マヌエル二世はムラトが温和な性格であり父同様に、東ローマとの友好政策を維持しようとしていることを知っており、現状の維持を訴えた。一方、ヨハネスは彼自身が捉え、ミストラスに交流していた。 メフメと一世の兄弟、ニセ、ムスタファを擁立し、彼がヨーロッパ側の、そしてムラトがアジア側の君主となるようなオスマン帝国の二分政策を提案した。ヨハネスはムスタファに恩を売ることで、オスマン帝国から若干の領土価値上を引き出すことができると主張し、当時の宮廷の多くがヨハネスの意見に傾いた。マヌエル二世は健康を損なっていたこともあり、 お前の好きなようにしなさいとの言葉と共に息子に実権を譲って引退した。ヨハネスと重臣たちの強行策は完全な失敗に終わった。ムスタファは制約書まで出して、ローを出たにもかかわらず、ヨーロッパの君主となった途端にあっけなく約束を破棄した。東ローマ側はそれ以上介入する手段を持たず、ムスタファがムラトに打ち破られていく状況を雑誌するしかなかった。ムラトは、 この競合者を処刑した後、その矛先を不実なコンスタンティノポリスに向けた。1422年7月、彼は大軍を要して、コンスタンティノポリスを包囲する。しかし帝都は城壁に守られて持ちこたえ、その間に復帰したマヌエル2世が巧みな外交政策で、コアジアの反乱を誘発し、村とに兵を退かせることに成功する。しかしさらに困難は続き、 翌1423年には帝国の二つの地方領土、テッサロニキとモレアス先生孔領がオスマン軍の侵攻を受け、テッサロニキは帝国から失われた。マヌエル2世はオスマンとの急戦、和平交渉に奔走し、ようやく1424年に和平が成立する。それは真珠と多額の高納金支払いという思い、代償と引き換えの和平であった。 1425年に、父マヌエルが死去し単独統治を開始したヨハネスは、当初は、自らの失敗を考慮して慎重に内政の充実に、努めた。モレアス先生考慮に有能な弟、コンスタンティノスを派遣し、領内の整備と、赤谷広告勢力の一層に成功した。しかしヨハネスは、決して十字軍結成の構想を捨てたわけではなかった。 バーゼル公会議に施設を派遣して、加工賞を続けていたヨハネスは、自ら代表団を結成、引率して、次のフェラーラ・フレンツェ公会議に乗り込んだ。この教会会議には、皇帝、ヨハネスのほか、コンスタンディヌーポリ総主教ヨセフ二世、皇帝ディミトリオス先生公、巧妙な学者であったゲオルギオス・ゲミストス・プリソン、ゲオルギオス・スコラリオス、あとに、カトリック・スーキ教となった。 ヨハンネスベッサリオンらが加わっていた。会議では、競技場、儀礼及び、教会観光場の諸問題が、長々と論じられた後、曖昧な十字軍の約束を取り付けて、ようやく東西教会の合同が成立した。しかし、三年間もの不在の後、帰国後に待っていたのは避難の嵐と幻滅であった。代表団に加わっていた、巧妙な不主教、マルコス・エウネニコスは、 決議への署名自体を拒否して、帰国の続き、署名には同意したスコラリオスも帰国後すぐに、これを撤回し、多くの者がこれに習った。さらには同行していたミコ・ディミトリオスは会議の途上ベネツィアに引き上げていたが、帰国後間もなく、首都における反対派の指示を背景に、東西キリスト教徒の同盟に懸念を抱く、村とニセイの軍事的支援も取り付けて、 コンスタンティノポリスを包囲する巨に出た。これは、モレアスから、チョーク救援に駆けつけたコンスタンティノス先生校の、働きで、どうにか鉄兵と和平に持ち込んだものの、合同反対派の皇帝政府への反感は、拭いようも、なかった。さらに、合同の成果としてもたらされた西欧十字軍の、遠征も、惨憺たる結果に終わった。ローマ教皇エウゲニウス四世の指令した。 ハンガリー・ポーランド王、ウラースロー一世を中心に、ブルガリアバナに派遣された十字軍は、内部の不統一を突かれて、村と二世に撃破され、ハンガリー王、スーキ教チェザリーに自身が戦死するありさまであった。バルマの戦い十字軍と連携したコンスタンティノス、先制校のギリシア遠征も打ち破られて、ペロポネソス半島は、大きな被害を受けた。さらに1448年、 新たに結成された十字軍もコスボで打ち破られ、コスボの戦い、コンスタンティノポリス救援のための軍事的政策は、ついえた。すなわち、ヨハネス発生が生涯をかけた政策はそのすべてが、水泡に返したと言ってよい。ヨハネスは、自らの後継者問題でも不安を抱えていた。彼は三度の結婚、いずれによっても子供を得られず、各期参照。 後継者は4人の弟の中から選ばれることになった。ヨハネスは4帝コンスタンティノスを後継者と考えていたが、これに自帝テオドロス2世と5帝ディミトリオスが反発し、それぞれ軍事力行使も辞さない構えであった。ヨハネスは苦心の末テオドロスを帝位継承者に据えたが、彼は1448年6月、ヨハネスに先立って死去した。 ヨハネス自身も今後の見通しを得ることなく1448年10月31日に死去した。コンスタンティノスが次の皇帝として即位するのはさらに二ヶ月、先のことである。ヨハネス八世は三度結婚したが、いずれにおいても子供は生まれなかった。フィレンツェの名門メディチ家の邸内礼拝堂の壁画、東方三博士の旅、ベノッツォゴッツオリガに描かれている三博士の一人は、 フェラーラ・フィレンツェ公会議でフィレンツェを訪れたハネス発生がモデルとされている。ただし、これには異論もある。フィレンツェに公会議を誘致したのはコジモデ・メディチであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。